B サイドトーク。アーティストやクリエイターを心と体の両面からサポートするため、ソニーミュージックが立ち上げたプロジェクト B サイドのポッドキャスト番組 B サイドトーク、心の健康をケアしてる？この番組では心の健康をケアするためのヒントになるテーマを毎回ピックアップしてお送りしています。今回は株式会社ソニーミュージックエンタテインメント代表取締役社長村松俊介さんと B サイドプロジェクトの発起人ソニーミュージックレーベルズ SML マネジメント部ジェネラルマネージャー徳留愛理さんの対談をお送りします。こんにちは、ソニーミュージックレーベルズの徳留愛理と申します。村松俊介です。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。この番組では心の健康をケアするためのヒントになる話を毎回お送りしています。でいつもは専門家の方とかあと表に出ていらっしゃる方にメンタルケアにつながるお話をしていただくというスタイルなんですけれども、今回は特別編ということで、10月10日がワールドメンタルヘルスデーということもあって、ソニーミュージックの社員である私と代表取締役社長の村松さんという特別な構成でお届けしております。まず、B サイドが何かということを一応さらっとお話ししますと、ソニーミュージックの中のアーティストやクリエイターとそのスタッフを対象に心と体のケアをサポートしますというプロジェクトです。具体的にはカウンセリングを無料で提供したり、ワークショップに参加していただくことができるというものになっております。で、この B サイドをローンチするにあたって村松さんにもいろいろこうご相談させていただいたりとかお話しさせていただいてたんですけど、最初に B サイドのプロジェクトの構想を聞かれた時はどういうふうに思われましたか？そうだね、コロナの、ね、真っ最中2020年の末に、相談に来てくれたということだったので、まあみんなねコロナでやっぱ精神的にもまあある種肉体的にもこう疲弊してる、アーティストもクリエイターも社員も、まあ、あらゆる人たちがやっぱ疲れ切っちゃってる時に、まあ、こういう、メンタルをしっかりケアするというプロジェクトを立ち上げますというふうに言ってくれたのすごく嬉しかったですね。でよくよく聞くとその B サイドっていうのが、まあまあ、アーティストにとってその表現する場所とか、まあ、ある種その表舞台に立っている自分を A サイドとするともうちょっとこう内面的なものとか、まあ、ある種裏の部分を B サイド、やっぱりその B サイドを、まあ、ちゃんとケアしてあげなきゃいけないし、大事にしていってあげなきゃいけないっていうことと、同じく B サイド、そばに寄り添うっていう意味もあるんですよというふうに、徳留に、説明してもらってはすごくいい言葉だなというふうに、思ってですね、非常にぜひ、やってくださいと、逆にこっちからお願いしてやってほしいなというぐらいの気持ちでした。はい、すごいちゃんと説明していただいてありがとうございます。最初にこの B サイドトークにそのゲスト出ていただきたいですという話した時に、あんまこういう話するの得意じゃないからみたいな感じで割と最初はノーだったんですけど、前にその村松さんが何かのインタビューで答えられていたのが、その周りのスタッフが楽しく働いてくれることが一番大事って言われていて、なんかそこが非常に腹落ちして、なんかそういうマインドで仕事してこられたっていうことは、なんかメンタルケアっていう言葉自体はあんまり馴染みがないかもしれないですけど、周りの方をずっとケアしてこられたっていうことで、たくさんお話ししていただけることがあるんじゃないかっていうところで再度オファーをさせていただいてここに至っておりますという感じでございます。はい、はい。で具体的にその今までそういう周りのスタッフに楽しく仕事をしてもらうためにどういうことに気をつけてこられたとかありますか？はい、もうちょっと長くなっちゃうかもしれないけど、まあ、この、ね、インタビューを受けるにあたってちょっと自分のことをこう振り返ったんですよね。で、まあ、自分自身がそういうメンタルやられたことで会社の中でやっぱ、それなりに、自分も順風満帆でサラリーマン生活を送ったわけじゃなくて、まあ、結構あったんで、まあ、その時にどういう人からどういう言葉もらったのがありがたかったかなっていうふうに思い直してみたんです。で、まあ、自分は30、まあ新卒でこの会社に入って、まあ、営業だ宣伝だを経て33、4で
ディレクターになって、であるすごいプライオリティアーティスト、まあ、これ売らなきゃいけないっていうプライオリティアーティストの担当になったんだけど、なかなか自分なりにこういい売り方とかディレクションとかができなくてですね、もう非常に壁にぶち当たって、まあ悩みまくって、でもある種若干もうその時は仕事をまあサボり気味だったね。もうある種もうかなりどうにもならんわと手詰まりになってですね、まあ若干諦めたと。でやっぱそういう時に、まあどうしても周りからも浮いたりですねして、まあ先輩や同僚諸氏からもかなり自分なりにはこうナイフでえぐられるような言葉を言われて、これやってらんねえなと思って、まあもう本当に会社辞めようと思ってですね、でも当時その時に当時の上司で、まあ信頼している上司が会社を辞めるんでついてきてくれないかっていう話があって、もう僕もすごい疲れちゃってるしこの会社に未練はないんで辞めますって、他のレコード会社の人事担当者の面談まで受けて給料いくらにしましょうみたいな話までして、で辞めるという段で、その僕が担当してたアーティストの事務所の社長さんのところにこれこれこういうことでちょっと自分も心機一転次の会社で頑張ろうと思ってますって挨拶に行ったら、まあ女性だったんだけど非常に怒られてですね、怒られたというか、そのアーティストが売れなかったとか自分が仕事がアーティストに関してできてなかったってことで怒られたわけじゃなくて、あんたソニーミュージックで何もできてないじゃない、なんかやってからやめなさいよっていうふうにその社長さんが言ってくれてですね、まあ、それは非常に嬉しかったし、心に響いて、ああやっぱ俺もうちょっと一回もう一回立ち直んなきゃダメだなっていうふうに思って、まあ、辞めるのをその時に、思いとどまったっていうのがありましたね、うん、でその思いとどまったんだけど、まあ、どうしていいか分かんないなって言った時に、また人事担当のその当時の役員が、まあちょっと今のままやっててもだから環境変えなさいっつって、うん、で大阪の営業所の宣伝部の課長が今空いてるから、まあ部下もできるし環境も変わるし一回そこでちょっと空気変えていってこいよって言われて、でまたね 2,3 年でもどうせ戻ってくるからその時また俺が面倒見るからさっていうふうに、まあ、言ってくれて、で大阪に初めて部下ができたんですね、その時、うん、宣伝部に行って20人ぐらいで、僕はもうその時はもう自分のなんてサラリーマン人生みたいなものは若干、まあ諦めたというか、まあ、どうでもいいというか、よりは初めてできた部下にウキウキしてというか、自分のチームっていうのはまあ自分で作ったわけじゃないが与えられたチームだけどすごいウキウキしてですね、なんかもう今までの気持ちで180度ぐらい変わるぐらいの気持ちで大阪に行ったら、まあ大阪のその時の部下も、まあ、それぞれなんていうのかいろんなレーベルからこう送られてきてるんで、彼らも彼らで結構20人いるものの結構孤独な戦いをしてて、うん、で僕はまあみんなで、まあ、とにかくよく酒を飲んで、まあ、とにかく Q もエピックも SR も演歌ももうみんなで一緒に飲ん でみんなで一緒になんか、できること考えようよとか、たまにはじゃあこうレーベルの壁越えてこのアーティストをプライオリティにしてスタンプ全部のラジオ局でヘビーローテーションパワープレイ取ろうよとか、うん、なんかそういうことをやってたらみんなの目が輝き始めて、うんうん、で大阪がすげえ元気になってきたなみたい なんかヒットも大阪から出始めたみたいな感じになって、でそうするとまたみんなモチベーションが上がってっていうのは、うん、なんていうのかな、まあ、それをメンタルケアとは言わないけど結局、まあ、自分のチームだけは絶対に守るとか、うん、やっぱそういう上司って言うべきだなっていうふうにすごい思うんだよね。だからそういう、うん、やっぱ自分がいる組織は絶対大丈夫だ守られてるっていうふうに、若い子たちがやっぱ思ってくれるようなやっぱ会社であるべきだなっていうふうに、まあ、僕はその時は20人のチームだったけど、まあ、今は数千人のチームを率いている身としては、うん、やっぱみんながそういうふうにこの会社にいることで自分は守られているというふうに思ってほしいなというふうに思ってますね、うん、なくなりましたけど、はい、そんな感じ。割とじゃあこうちゃんと密にコミュニケーション取られて、うん、そうやってちゃんとその会社としての評価もしてあげて、うんうん、
ていうところでうまく回ってきたっていう感じなんですね。そうだね、まあ、そもそも人に興味がすごくあって、うんうん、まあ、人が好きとか嫌いとかじゃないけど興味がすごくあって、こいつどんなやつなんだろうとか、うんうん、必ずその人には面白いところがあるんで、うん、そういうところを見つけていじりたいタイプなんで、うん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 、まあ、徳留のこともよくいじってるけどですよ ね必ずやっぱ人には面白いところがあるんで、よくね最近多様性多様性って、ね、言うけど、うん、ソニーミュージックなんても多様性のもともと塊で、うん、やっぱし何かにね秀でてて何かに秀でてないとかね、泣き虫もいればいじっぱりもいればっていう、うん、そういう中でやっぱ多様性があって、ね、めちゃめちゃ遊ぶのが好きなやつ、ね、趣味もとことんやるやつがいればとかね、やっぱりそういうのがないとこんなエンターテインメントなんて何にも動き始めないんで、うんうん、やっぱりいろんなやつがいるっていうのがすごく、まあ、興味があるよね、うんうん、なんかソニーって割といろんな会社でいろんなグループでいろんな仕事してる人がいて、うん、で村松さんがこう上に行かれた時に結構ちゃんと面談されて、うん、一人一人、うん、私もその中の一人だったですけど、うん、なんかそういうことも結構ちゃんとされてる感じありますよね。うん、それは自分のためにしてる部分でもあるから、やっぱりその、うん、いろんな小さな組織を率いてとかだんだんいろんなところを巻き込んでね、うん、大きな組織の長になっていくわけだけど、その時にまあ要するに自分のところにみんなジョインしてくるわけで、うんうん、その時にまあ特にレーベルがレーベルをこう一緒になる時ってやっぱこう乗っ取られるとかこう、うん、なんかこうね、あまりこうポジティブじゃない気持ちの人が多いん で、うん、でそのままねその流れでスタート船出するのは僕は嫌なんで、うん、まあ、とことん一回、まあ、一人ね、まあ、15分ずつとか20分ずつかもしれないけど、うん、君どんな人なのっていうのをすごく聞きたくて、うん、だから質問事項をいくつかこうもともと用意してもらって、俺が用意して準備してもらって。あ、そうなんですか、うん、あったんですか。あったあった。だからあの、まあ、趣味とか、うん、友達、君の友達誰、社内に一人、社外に一人教えてよとか、うんうんうん、あと、まあ、今自分が担当している以外のアーティストでこのレーベルで売らなきゃいけないと思う、うんうん、アーティスト一アーティスト教えてよとか、うん、まあ、いろんなこと、うんうん、自分のまあ本当、まあ、休みの日何やってるかとかね、そういうのを聞くと、まあ、その人もなんかやっぱこう鎧をちょっとね脱いでくれて、うんうんうん、っていうのがあったんで、まあ、そういうのはずっとしてきたね。それはけど本当は自分のためだよね、うん、だからやっぱ自分のため組織のためだよね、うんうん、組織がやっぱり和気あいあいとやっていけいかないと何も動かないんで、うん、だよね、うん、チームを作るっていう、そうそうそう、うんうん、なんかそういうチームでこううまくいった時もあれば、うん、多分その村松さんが前に言ってたみたいなこう、うん、あんまうまくいかなかった時とか、うん、そういう時のそのこうケアみたいなどういう感じでされてきたんですか。うん、まあ、うまくいかないのはあなたたちのせいじゃないよっていう、あ、そんなもん組織とか会社とか、うん、まあ、人生もそうだけど、うん、うまくいく時とうまくいかない時とか必ずあって、うん、そういう、うん、なんていうのこういう波、うん、ね、あってたまたま今うまくいってないだけなんだから、うん、まあ、あがくのはやめようと、うん、で俺だから大阪から戻ってきた時にソフィオっていうレーベルの課長で戻ったんだけど、うん、まあその時のいろんなレーベルがあって、まあ、ちょっとソフィオってイタリア語かなんかで新しい風みたいな、だから新しいちょっとこうデジタルなミュージック、うん、デジタルとか、まあ、じゃあ洋楽原版とかをちょっと方角でやってみようみたいな、要するにちょっとトライアル、うん、ちょっと早すぎて、うん、全然売れなくてでも途中からも俺も宣伝課長だし大した役職でもないし、うん、俺の部下はもう全員諦めようと思うどうせこのレベル潰されるし、ね、この間にちょっととりあえずあのメディアに友達だけ作っとこうと、あ、あと、あ、まあ、アーティスト探すことだけはしとこうと、うんうんうん、この2つだけは、うん、して、あとはもう食っちゃ飲んじゃ、うん、ね、好きなとこ出張行けやっつってやってたんですよだからもう、まあ、みんなあのくじけはしなかったんで、ただやっぱその時になんかこう悔しさはあったんで、うん、もちろん売り上げも少ないから、うん、ボーナスも少ないし、うん、だけど次のために準備だけはしようっつって、たまたまそしたら俺がソフィオの代表にその後なって、もうそのすぐその半年後ぐらいに、まあ、一番大きな長男坊レベルの SR の社長に、まあ、当時の社長の榎本さんに呼ばれて、まあ、SR が調子よくなかったんで、うん、
ソフィアも調子良くなかったんだけど、うん、村松のとこだけはなんかみんな明るい顔して前向いて仕事してるから、うん、もう誰がやっても一緒だからお前社長やれやって言われて、うん、SR のね、うん、まあ、長男坊レーベルでその時はうまくいってなかったんだけど、うんうん、で行ってじゃあお前のもソフィアの、まあ、大きいレベルに入るけど俺たち存在意義も出さなきゃいけない俺の存在意義も出さなきゃいけないから、うん、会議で俺ちょっとこう虚勢を張るからなっつって、うん、で一発目の会議、まあ、年上の部下がいっぱいいたんで、うん、まあ、その人たちももともと俺が仕事しなんかできないのよく知ってるんで当時言った俺にそのナイフでえぐるような言葉をかけてきた人も何人かいたんで、ね、まあ、その人たちに向かって、まあ、自分はもう今こいつらと見つけてきたアーティストが1年後に売れてなかったらもう代表辞めますんで、うんうん、それはったりだったんですか、まあまあ、半分はったりで半分自信だけどこんな水商売だからさ、うん、いいと思っても売れるか売れないかは分かんないじゃん、うん、まあ、売れるとは思ってたけど、うん、でその代わり今あなたたちが用意しているプライオリティ新人は1回辞めてもらって、うん、このアーティストをとにかく1年間やってくださいっつってやったのがオレンジレンジだった、うんうん、でそれが大きく売れたんで、うん、まあ、みんなもそのナイフのような言葉を投げかけてきてた人たちも、まあ、もちろん俺もちょっとした気持ちあったけど、うん、まあ、その人 もすごい協力してくれて、うんうん、すごいある種信頼できる、うん、まあ、その人は俺のレベルの中では役員やってもらったんだけど、うん、いうふうになってくれて、うんうん、まあ、やっぱ結局前向いて仕事してたらやっぱそういう好循環にやっぱなっていくんだ な、うん、だなっていうふうに、まあ、なんか思ったね。結果だけじゃない、結果はまだあんまりうまくいかなかったかもしれないけど、うん、その途中で頑張ってる姿とかみんな見てたりとか、 そうだね、そこで広がった人脈は、うん、まあ、割とこうちゃんと役立ったり、そうそうそう、だからその時ね、うん、あのメディアの友達だけ作っとけって言った、うんうん、時のメディアすごい応援して、オレンジレンジ応援してくれてね、何々君もずっとうちの担当してくれて全くヒット出てなかったから今回だけは頑張るわとかさ、うん、そんな感じで、ね、あのブッキングしてくれたりしてたんで、なるほど、うん、まあ、何がね吉と出るか分かんないよね、うんうんうん、なんかそういう現場でお仕事されている時は制作と宣伝のそのキャリアが多分長いと思うんですけど、うんうん、こう結構アーティストに近い距離で仕事されてきたと思うんですけど、うん、そのアーティストに対しての心遣いとか、うん、なんか気をつけてきたこととか、なんかうちのその部署のアーティストのライブに時々いらっしゃったりとかして、うん、そのライブの後にこうご挨拶とか、うん、あとまあ時々その食事会みたいな時とか、うんうん、村松さんがそのアーティストにこうかける言葉みたいなのがなんかやっぱちゃんと彼らが刺さる言葉を言われてるなみたいな印象を持つ時が時々あって、どういうところをこう気をつけるというかなんか心遣いされてるのかなって。いや、前アーティストだからって思ってね話したことはなくて、うんうんうん、社員と一緒だなとは思うんだけど、うん、なんか割とそういう現場でずっと一緒にいない、特にアーティストとかにポイントで会った時に、うん、そのコミュニケーションって割とちょっと難しかったりするじゃないですか、うん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 、なんかそういうのをこう村松さんはなんかこう空気感も含めてすごいこう上手になんかコミュニケーションされてるなっていう、うんうん、そうね、やっぱ可愛いじゃん、うん、ね、あのアーティストってやっぱり、うん、かっこいいし可愛いし、なんか、うん、まあ、俺にとってもなんかこう憧れもあるんで、うん、今日やっぱさっきの人に対する興味においてはもっと最たるもんじゃん、うん、こいつら何考えてるとか知りたいなっていうことに関して、うんうん、だから興味があるからそれをちょっとこうほじくろうとするだけじゃん、なんか人に対する興味がやっぱすごい、そうそうそう、基本的なんでそんないい曲かけんのか ねさっきのライブのここのMC がさ、うん、なんでこんないいこと言えちゃったのとか、あ、まあ、なんでってことから入るよね、基本はね。だそうするととうとうとやっぱり喋り出してくれると、うん、今度は彼らが俺に対してなんで社長になれたんですかみたいな、ね、話になって、まあ、そうするとね、やっぱ距離が近づいていくと、うん、ね、また飯食おうっていう話になって、リアルにこう興味持たれてることを聞かれてるっていう感じですね。そうそうそう、リアルにね、うん、あとやっぱこうけど肩は組みたいなっていうのがあるので、まあだからビジネスパートナー、うん、一番分かりやすいビジネスパートナーなんで、やっぱ売れなきゃどうしようもないよな俺たちはっていう、うん、売れるために何できるか考えようぜ、でやっぱり売れなかったら諦めようぜっていう、うん、まあ、そういうちょっと社員の方が何は武士なんで、
アーティストの方がこうある種割り切れた、うん、またどっかで会えるよなみたいなことも含めて、だからそういうふうに扱ってるよね、うん、基本的にでもやっぱこう人への興味っていうかこうそこから発信してる感じがあるんですね、やっぱり。うん、そうだね。なんかまああの今回のそういう B サイドのこととかも、まあ、村松さんにこう何回かお話ししてる中で割と忘れられたりとかもするんですけど、ちょいちょい何よ B サイドのことを、なんかこうこの間言ったんですけどみたいなことも、まあ、ちょいちょいあったりするんですけど、はいはいはい、でもなんかその根底のなんか私が何を こんなに一生懸命言おうとしてるのかとか、うん、その姿勢であるとかなんかそういうところがこうキャッチされてるっていう感覚はなんかすごいあって、うん、やっぱちゃんとみんなのことをそういうふうに見てるんだろうなっていう、うん、こう過程を見てる感じ。そうね、うん、過程を見たいね、うんうんうん、なんかそういう話もされてましたよね、うんうん、結果はもうね運もあるし、うん、結果が良かったからって言ってじゃあ、ね、過程に何かしらのまた間違いがあったらそれはやっぱり、うん、気持ちのいい結果じゃないから、うんうん、やっぱ過程の方がやっぱ大事だね、うん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 、過程を見てあげた上で、まあ、結果が出なかったらけど見てはあげてたからねっていう、うんうんうん、だけど結果出なかったらちょっと評価はこうかもしれないけどなっていうと、うんうん、まあ評価が低くなった子でも納得はしてくれると思うし、うんうん、次頑張ればね大丈夫だっていうふうに思ってくれると思うんだよね。だから、うんうん、家庭だけはやっぱちゃんと見てあげないと、うん、で俺はもう全員が見れないんでやっぱ徳留めとかねそういうもう現場で乗ってね本当に動いてる子たちは、うん、ちゃんと見ててねあげてほしいなと思うよね、うんうんうん、なんかその、まあ、私もそんなにあの遠い世代ではないんですけど村松さんがこう現場で動かれた時と比べて、うんまあ、ものすごいいろいろ変わったじゃないですか、うん、働き方とか、ねまあ、そのインターネット出てきたとか、うん、そういうこういろんな変化の中でその職場であなんかすごい変わったなみたいなところを感じられるところって、うん、ああもうね職場にいる空間にいることがないからわかんないんだけど、うん、まあ、うん、パトロールは好きだからさ、ね、よくフロア事業会社のフロアに行って、うん、まあ知った顔の隣に座って、まあ、その周りの知らない顔の子たちとダベルみたいなことはたまにやるんだけど、うん、まあ、みんな真面目というかなんかすごいやっぱおとなしく仕事してるなっていう、ちゃんとしてる、ちゃんとしてるよね、うん、まあ、まあ俺らの時、まあ、そもそもあのパソコンもなかったような時代からだから、うんうん、ね、あもう喋るしかなかったし、うん、携帯がなかったらもう電話もうそこら中で、ね、受話器持ってやっぱでうるさかったよね。あですよね、確かに会社が、うんうん、あー今すぐシーンとしてて電話する人いないじゃんそもそも、うんうんうん、みんなもうメールでやり取りしてるから、うんうん、そう考えるとやっぱ没コミュニケーションにやっぱなっちゃってんだろうなっていう、だからまあ俺よく言うけどやっぱ雑談がすげえ大事なんで、うん、もうちょっと雑談してほしいなっていうのはすごい思うよね、うんうんうん、まあ、じゃあ最近社員スタッフの方がこう戻ってきてよかったなって、うん、すごい嬉しいですね嬉しいすごい、ね、社食が満卓だとすごい嬉しいし、うん、でももうちょっと、まあ、パトロールしてもね結構みんなフロアに行ってくれたりすると、うん、嬉しいね。なるほど。もうちょっと俺に温かくしてほしいなと思うけどね。みんな温かくないですか？全然温かくない。塩対応です。すごい塩対応みんな忙しいんじゃないですか、うん、なるほど、うん、まあ、でもなんかコロナの時ってそういう村松さんみたいにすぐに会社に行きたい人もいれば、うん、ちょっとやっぱこう人と接さないことでなんかカンフォタブルなこう自分の空間をねなんか作れたりする。なんか逆にそのはい来てくださいみたいなことが難しい人とか、まあその辺も多様性、うんうん、もちろんもちろん、あのまあ仕事のね種類形態、まあ、いろんなのあって、それこそリモートカンフォタブルもそうだし効率性もそうだし、こっちの方が逆に、うん、間違いなくいいね、ビジネスとして効率的で価値があるっていうふうに、まあ、ものがね、うん、多分あると思うんで、少ないと思うけどあるとは思うんで、まあ、そういうものはぜひ利用してほしいし、うん、ただ家にやっぱずっといる、いない方がいいよとは思うよね、やっぱりね。会社は来た方がいいと思うよ
うん、そうですよね、癒しの場としてね、癒しの場で、ね、まあ、でそうやって会社に行きたいなと思う職場をやっぱ上の人たちも作らなきゃいけないんですよね。俺もね、いつも言うけど日曜日の夜が一番嬉しい。そう、それなんかすごいやばいですよね、それずっと言ってたからな普通そのなんかサザエさん見るとちょっと憂鬱になるみたいな感じが、やっと明日から1週間会社が始まるわと思うと、ちょっとあんまいないタイプですよ、ね、うん、金曜の夜が一番悲しいしたからな、家に負けてるんだっつって、夫婦仲はね、すごくいいんですけどね、それで聞いてないですか決して家族も仲いいし、家族も円満で、会社も楽しいし、もう全て楽しいところに、会社の方が刺激的だって話です。わかりました、はい、じゃあ、まあ、最後にじゃあ SME のトップとしてメンタルケアという観点からどのようなことが必要と考えていらっしゃいますかという、まあ、さっきも多様性の話はしたけど、まあ、やっぱいろんな人がいるからさ、うん、まあ、仕事の種類も、うん、そうね、環境も人間関係も、まあ、千差万別なんで、やっぱりなんていうのかな、みんなコミュニケーションして指差し確認し合ってほしいなっていう、うんうん、本当に、うん、だから誰か置いてけぼりにしちゃダメだし、うん、うん、まあ、俺は結構すごい群れてほしいわけよ。やっぱ会社って群れだし、うんうん、人に頼るべきだし、うん、自分じゃ何もできないじゃん、うん、自分なんて一人じゃ。だから本当に別に自分なんかいなくても会社回るし、うん、俺いなくたって絶対ソニーミュージックなんかもぐるっぐる回るし、ね、あなたいなくても大丈夫ですよって、うん、だからそんなに重く考えないでくださいと、うんうん、っていうところかな。でちゃんと隣の人のことも指差し確認して、うん、この人が元気かどうか、うんうん、何やってるかみたいなことをみんな確認し合ってほしいなというふうに思いますね、うん、まあ、これも分かんない、メンタルケアというのは何かよく分かってないんで、うん、ただまあそれが一番なんかみんなが安心するし安定するんじゃないかなと、うん、誰かに見られてるっていうのはまあね、嫌な人もいるかもしれないけど、まあ、さっきも言ったけど、なんかこう自分がそのね、その事務所の社長さんに言われたこととか、その時の大阪にお前を逃がしてやるっていうふうに言ってくれた役員とか、うん、やっぱ俺のこと見てくれてたんだなっていうふうにすごい、まあその時俺を突然トップにしてくれた榎本さんもそうだけど、うん、まあ見てくれてるからそういうことが起きるんで、やっぱずっと指差し確認と人への興味、うん、ね、はい、それをぜひこういうビジネスだからこそ持ち続けてほしいなと思います、うん、はいはい、今回は、村瀬さんいろいろお話しいただいてありがとうございましたありがとうございました。Bサイドトーク、心の健康をケアしてる。今回は株式会社ソニーミュージックエンターテインメント代表取締役社長村松俊介さんと B サイドプロジェクトの発起人ソニーミュージックレーベルズ SML マネジメント部ジェネラルマネージャー徳留愛理さんの対談をお送りしました。この続きはエンタメ情報をお伝えするソニーミュージックグループの公式メディアココタメでもお読みいただけます。ぜひそちらもチェックしてみてください。そして番組では皆様からの感想やメッセージもお待ちしています。宛先メールアドレスは番組の詳細情報の欄にも載せています。ぜひお寄せください。 B サイドトーク、心の健康をケアしてる。この番組はソニーグループ株式会社の協賛でお送りしました。